本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武美です。今回は内山陽子先生のお腹のカビが病気の原因だったという本の解説動画より、お腹のカビを退治する方法という部分をピックアップしてご紹介していきたいと思います。さて、これを聞いている皆さんの中に今謎の体調不良を抱えているという人はいないでしょうか。その原因はあなたのお腹のカビにあるのかもしれません。お腹のカビというのは非常に恐ろしい存在です。お腹のカビは腸の守りを弱くしてリーキーガットというものを招き、このリーキーガットが全身の不調の原因になるからです。そしてお腹のカビを発生させてしまう3大原因は次の3つです。原因1、抗生物質の乱用。原因2、甘いものの摂りすぎ。原因3、日本の気候と住居。このような原因からお腹のカビが発生するんですよということを踏まえて、今回の動画では具体的にあなたのお腹の中にいるカビを撃退する方法を3つほどご紹介しております。それは次の3つです。お腹のカビの具体的な対治法1、安易に抗生物質を飲まない。2、甘いものとカビの生じやすい食品を避ける。3、できる範囲で住居のカビを退治する。さて、いかがでしょうか。繰り返しますが、お腹のカビというのは私たちの心身の不調を招いてしまう非常に恐ろしいものですから、ぜひ今回紹介するお腹のカビを撃退する方法をしっかりと実行し、謎の体調不良や謎のお腹の不調から解放されようではありませんか。それでは切り抜き動画スタートです。さて、2限ではカビを発生させてしまう原因について、3限ではお腹のカビを退治する方法について解説していきたいと思います。基本的には2限で紹介したカビを発生させてしまう原因をやめることがお腹のカビを退治する方法になります。つまり抗生物質をやめること、甘いものを控えること、住居にカビが発生しないように工夫することでございます。まあね、これが基本戦略でございますよ。ではここからはね、もう少し具体的にお腹のカビが原因で様々な症状が出ている患者さんたちに、著者が実際に指導なさっている方法について解説していきましょうか。お腹のカビの具体的な対治法は次の3つでございます。1、安易に抗生物質を飲まない。2、甘いものとカビの生じやすい食品を避ける。3、できる範囲で住居のカビも退治する。それではまず1つ目の安易に抗生物質を飲まないから解説していきたいと思います。さて、この3つの退治法の中でも最も重要なのが安易に抗生物質を飲まないということでございます。人間には自然治癒力という体が本来持つ病気を治す力が備わっています。安静にして消化のいいものを食べていれば治る急性炎症は多いんです。少なくとも風邪の引き始めや熱も出ていないような段階で病院などの医療機関で処方された抗生物質をね、安易に飲むことはやめていただきたいんです。お腹のカビを増やさないためにも、本当に抗生物質が必要な症状が起こった時にきちんと効かせるためにも大切なことでございます。病院に行くと抗生物質を出されてしまうというのであれば、軽い風邪なら病院に行かずにまず暖かくして様子を見るというのが良いでしょう。普段からちょっとした風邪程度では抗生物質を処方しない医師を見つけておくのも大切なことになります。病院で抗生物質を出しましょうと言われた時、先生、今の私の状況に本当に抗生物質はいるのでしょうかと尋ねてみても良いです。安易に飲まないこと、乱用しないことは大切なんですが、どんな時も抗生物質がいらないと言っているわけではないので、それは心得ておいてください。重い症状を軽減し、さまざまな後遺症などを残さないためにも必要な抗生物質は使うべきです。しかし乱用は避けてくださいというお話でございます。それでは2つ目の対処法、甘いものとカビの生じやすい食品を避けるについて解説していきたいと思います。さて、お腹のカビを増やさないため、減らすために食生活というのは当たり前ですが超重要でございます。まず甘いものを控えましょう。
甘いものはカビの大好物ですので、甘いものはしばらく、具体的に言うと1ヶ月ほど控えてください。甘いものを控えるというのは最初はちょっと大変かもしれませんが、この食事制限でカビの増殖を食い止めることができます。とにかくカビに餌を与えないということが重要でございます。さらに甘いものに加えて炭水化物も減らしましょう。甘いものだけではなく、パンや麺類などの炭水化物もカビの好物で餌になってしまうからです。そしてカビの生じやすい食品をそもそも避けるということも重要です。例えばトウモロコシ、コーヒー、小麦、大麦、砂糖、ナッツ類、アルコール、チーズやバナナ、パイナップルといった外国産の果物などはカビが生じやすいので注意してください。基本的に防カビ剤を使う必要がある果物はカビが発生しやすいということを意味しております。そうした果物は甘くするために品質改良を多く行っているので、その意味でも体によくありません。また収穫から時間の経った果物は全て危険でございます。ナッツやコーヒーも要注意です。特に古くなるほど危険性が大きくなります。さらに小麦製品の中でも特にパンは食べないでください。炭水化物であり砂糖類も含み、体内に抗体が生じるグルテンというタンパク質を含む上に発酵食品ですから、お腹にカビがいる人にとってはあらゆる面でリスクが高い食品なんです。それではお腹のカビの退治法3つ目、できる範囲で住居のカビも退治するについて解説していきたいと思います。さてカビというのはあらゆるところに存在しますから、住居のカビ対策も重要です。完全に取り除くことはできませんから、できるだけで結構でございます。神経質になりすぎない程度にやってみてください。それだけでも体調が良くなることがあります。簡単にできるのはなるべく敷物を敷かないことでございます。布団やシーツはできる時に丸洗いするとすっきりします。観葉植物などはできるだけ置かないようにしましょう。もし置く場合はしっかりと日の当たるところに置きましょう。古い本や雑誌は読まないのならばさっさと処分してください。クローゼットや引き出しは晴れた日に天日干ししたり、除湿剤を使ったりするのも良いでしょう。風呂場やキッチンでは飛んだ水をまめに拭き取るといいんですが、そこまではなかなか難しいかもしれません。せめて窓があれば必ず換気をしてください。今は24時間換気設備のある家が多く、それでいいと思いがちです。しかし気密性が高くなっている分、実はとてもカビが生えやすくなっているので要注意でございます。1日5分から10分でもいいので、家の全部の窓を開けて空気を入れ替える習慣をつけましょう。湿気の多い地域に住んでいてものすごく体調が悪い人は、もし可能ならば短期間でも他の地域に住んでみて体調の変化をチェックしてみてください。改善するなら住居の湿気が大きく影響していると考えられます。簡単ではないかもしれませんが、可能なら思い切って引っ越すことも考えてみましょう。それでは3件の内容をここら辺でまとめておきましょうか。お腹のカビの具体的な対治法を3つ紹介しました。1つ目は安易に抗生物質を飲まないこと。最も重要なのは抗生物質を安易に飲まないことでございます。抗生物質を安易に処方しない医師を見つけておくのも大切です。2つ目の方法は甘いものとカビの生じやすい食品を避けるということ。特にパンと牛乳と砂糖はやめてください。まずは3週間程度やってみて体調の変化を見てください。そして方法の3つ目はできる範囲で住居のカビも退治すること。まずは敷物を敷かない、観葉植物を置かない、古い本や雑誌はさっさと処分する、湿気の多い地域に住んでいて体調の悪い人は引っ越しも視野に入れるということを解説させてもらいました。本日は以上になります。ではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。